案外身近なアイデアから考えることができるんだなって思ったよりも高校生いっぱいいるなみたいな、教えなきゃいけない感じなのかなと思ったら、授業が始まっていくことにすごい発表とかしてて、高校生でもこんな意見が出るんだみたいな。新しいの出てきた。だから禁止っていうのがまず良くないと。禁止されてるから入りたくなっちゃう。撮っていいところでいいよっていうのはさ、言ったらバンドワゴンなの。写真を撮っていい場所で希少性を生み出せれば、撮影のプラスで目的の二重性だよね。現象2つ以上やったらもっと強くなる。畑に行くまでにさ、絶対どっか通ってくるわけじゃん。その道中にさ、撮っていい場所で撮った写真をいっぱい掲示しとくんだよ。マリオン効果、人から期待されるとその気持ちに応える。発表直前までメンバーと心理効果と自分たちのアイデアと全部合致させられるかなみたいな。こう参加型の掲示板みたいな形にして、自分で撮ったのナンバーワンの写真を貼っていけるようにして、写真を撮る目的も与えられるように考えました。その意見を取り入れて、ゴールを目指すときにそれを持って、あ、これをちゃんと届けなきゃとか、そういう心理効果を用いてうまく誘導していくみたいなことで、こうアイデアを組み合わせられることができたんじゃないかなって思います。もっと深掘りしようとか、多角的な視点から物事を見て、どんどん視覚化して本音同士で意見をぶつけ合ったり、相手の意見を重視してしまいすぎて自分の本音を言えないとか、私もなんか言わなきゃ、いやでも何も思いついてない、どうしようって結構焦りの部分があって、発想ができないというか。袋に蛍光色とかをつけて捨てたら目立つようにすることで、ゴミを捨てにくくする。サービスエリアとかにできたら、袋券と交換みたいな。ゴールがそのサービスエリアとか、シャワーっていうプラスが待ってるよって、バンドとかにつながるから。考えたことをとにかく他のメンバーに言ってみよう、そしたら誰かしらが受け止めてくれる、そんな環境はすごい賛同全体にもあるので、いろんな方面の意見を聞けて、自分じゃ絶対思いつかないような本当に多様な考えが知れたので、すっごい楽しかったですね。違う角度からいろんなことを教わって視野広がりまくりました。この課題はどういう原因があるんじゃないのっていうところから、こうだんだんつなげながら最終的に発表まで持っていくっていう大きな壁を一つ乗り越えたような感じで、すごく楽しかったです。真摯に建設的にこうぶつかってきてくれる、自分自身のなんか考え方を変えられたり、そういう面で自己成長できたなっていうのをすごい感じてます。熱い。バンドワゴン効果に発展し、高速道路も道もきれいになります。